いやーマジでね、レゴラスみんなめっちゃ優しい、めちゃめちゃ優しい。でもね、レゴラスだけじゃなくてね、実はね、あの後ね、ルイ先輩がそうリリカにディスコードで連絡くれて、ルイ先輩、リリカ、お前、あ、お前とは言ってないわ、お前とは言ってない、ごめん、リリカの妄想だわ今のは。こう上から圧かけられたい、圧かけられたい妄想出ちゃったわ。お前とは言われてないっす。リリカ、喉やったのか。そうって言ってくれて、ルイ先輩って、リリカ大バカ者ですって言って、すごい親身にいろんな喉ケアの方法とか、なんかこういう時はこうした方がいいよとか、めちゃくちゃね、いろいろ説明してくれて、そう、すっごく優しくて、なんか、あまり気負わずにとか、コラボとかも、リグロスのメンバー、ユニットメンバーだから、そんなに心配しなくても大丈夫だよ、みたいな。言うてもさ、リリカもさ、やっぱりさ、やっちまったなーって思ってたから、そう。みんなに迷惑かけちまったなーって、そう。うわーって。チクショーってなってたから、さまじもルイ先輩の優しさに触れて完全に落ちましたね。もうこれはさすがのルイ先輩ですよって思った。